さ、ジオングやってる場合じゃないぜっていうことで、こちら走行機兵ボトムズ、ウェーブのキットで、ブラッドサッカー PS1 ブラッドサッカー PS1 いよいよ追い込みやでっていうところで、前回の残りなんですけどね、これ右手ね、レッドショルダーの肩のマークに、ブラッディライフル、もうガリ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 ってペーパー思い切りかけてブラッディライフルね、これで、こっちが左腕で、これがブラッドサッカー腰まで、ここまでね、もうほとんどペーパー入ってますこれ。でいよいよ足なんですよ、もう見えてると思いますけど、こんな感じです。足、ブラッドサッカーもいきなり行きますけど、足、これちなみにね、膠着ポーズが、取れます。 PS 版なんでここに隠れてんねんな、関節軸が。でこれがね、前になかなか行けへんのよこれ。待ってや、えい、持ち上げてあげなあかんのこれな、こうなんのかな、比較するために硬いと取るんでしょうか。こんな感じです。 PS 版なんで、これこっち側が右足やな、こうやってオリンのあっとそこへ、でこっちが普通の状態、これな、これポリキャップやねんな、ここが丸見えやんっていうポリキャップがあって、これ元に戻すときはね、こうやってまずはこれ下に下ろさなあかんねん、でここをね折り曲げなあかんねん、こうやってここ折り曲げて、違う違う逆や、こうや、こうしなあかんねん、こうやって畳んであげなあかんねん、ここで、そのまま下に下ろすと、ここまずはここが下に降りる、でさらにここが収納されんのよ、ここにほら PS 版ね、な、これブラッドサッカー足で合体やねん、合体するわ、前の時はね、レッドショルダーのマークやな。レッドショルダーのマークが非常にかっこよかったんで、そっち側ばっかりやってたはずやねんな。ブラッドサッカーの、前回やな。2回目なんですけどね。待ってね。こんな感じです。こんな感じです。もう最近の流行りやな。オールペーパー掛けです。すべての部品。すべての部品にオールペーパー掛け。で、ブラッドサッカー PS 版。これね。はい。こう走行パーツ、ここにでかいのがあんねん。ここの後ろに。あんねんけど、この膝裏がないねんな。ブラッドサッカーはないねん、膝裏が。これ PS 版で、これがコクピット、いけるかな、こんな感じです、はい、ちなみにこの、中に乗ってるパイロットは、中に乗ってるパイロットはあれよ、もっとしな、ほんま、イラつくわ、こういうとこが。この中に乗ってるパイロットは、ちなみにやで、何回も引っ張ってるけど、これはちなみにね、レッドショルダーの隊員じゃなかったかんねんな、ブラッドサッカーやったら、元。こんな感じです。とってもこう一回。こんな感じです。どうですか、
これね、今ちょっとね、あの削った跡があるでしょ。これね、ウェットティッシュでね、拭いたりすると、あの黒い色に一回戻るんやけど、相当きつくね、きつくペーパーかけてるせいで、こうなん。で、ここやな、コクピットが、ちょっとね、あのヘビー級なだけあって、ちょっと余裕があんねん、これ、実は。余裕あります、これ。ブラッドサッカー。ちなみにやけど、あの、こっちや。比較用に。まあ一番新しい、キットやったマーシードッグやな、ウェーブのマーシードッグと比べたら大きさ見てください、これ、このさ歴然やで、ほらマーシードッグな、こんなに大きさが違うんやみたいな。ブラッドサッカーもえぐいぐらい部品が小さかったけどやで、ブラッドサッカー、これな、ここ見て、レッドショルダーのマークが、これほんでね、あのここが刺しにくい理由が、後ろにフックがあんねんな、ここメンテナンス用のフック、あの持つとこが後ろについてね、ブラッドサッカーは。あー、イライラすんな、これほんまに。ここがね、ペーパーかけすぎたせいで、この差し込むとこがね、あのグラグラすんのよ。こうや。どうや。あかんか。遠くは。粉ばっかりやってるな、ブラッドサッカーは。かといって押したらな、後ろが折れたら困るからな。回しとか開けてみようか、今度は。こっち、これはね、ちなみにマーシードッグの方なんですけどね、このブラッドサッカーと比べたらコックピットの作りがちょっとね、ブラッドサッカーの方がね高級感あんねん、中身は。内装はもう年なんま、この内装がシートもうそうやねんけどね、ちょっとねリッチなシートやねん、ブラッドサッカーの方が。でこの、スティック、操縦用のスティックやな、これが、こっちがスコープドッグ、ドッグはね下からガチって持ち上げなあかんのに対して、これはもうちょっと上側についてんねんな、これが変更点やな。でこれちなみにここに乗ってるパイロットが前にここに乗っててんなこっちに乗っててん、こっちのマーシードッグに乗っててん。でこのコクピット周りはね、何やったっけ、あ、それレッドショルダーカスタムやん。レッドショルダーカスタムの、PS1 から、レッドショルダーカスタムの PS1 からこのコクピットの横とコクピットは持ってきてん、これ抜けんねん、スポッて、コクピットが抜けて、ではめ直したら、スコープドッグも、これあのなるのよ、これね、やっぱりけどマーシードッグって小さいよなって、改めてマーシードッグってね、こんなに小さいのに、あの組めへんやな、組めへんでは活躍しとったのってね、さすが異能生存体やん、キリコキュービー、異能生存体が扱ってただけのことはあんのかなっていうところで、こっちね、ブラッドサッカー、このね、入れるのがめんどくさいねん、これ刺されへんねんな、綺麗に穴が開いてんねんけど、ブラッドサッカーはここ横穴開いてるとこあんねんけど、なかなかこれがね行儀よくはまってくれへんねん、ここは。えい、あかんやろ、あ、ちょっと向こう。待ってや。開けた。よいしょ。こんな感じです。まあ、何、
このブラッドサッカーやな、ここ横にあの窓があるはずやねん、ここね。ここでは見えへんけど窓があんねん、ここ。うん、っていうそんなとこですか。だいぶお疲れっすよ、3連休で。はい、ブラッドサッカーで、これでね、あとはね、あの次はね、このレッドショルダーのマークやな、赤縁 A で黄色ね、赤縁に黄色入れて、で黒いとこやな、レッドショルダーのマークのとこだけあの丸い点とかを塗装で入れていく。そこまでやったら終わりにしようかな、ブラッドサッカーは。一応こんなことになりまして、今現在やな、令和6年、2024年9月現在、ブラッドサッカーは見ないな、どこ行ってもブラッドサッカー見ないな、いない、申し訳ない。僕もあのストックが結構、このブラッドサッカーはストックがあって、全部僕の持ってるストックは全部ね、初回限定版 の PS1 しかないねん、今手持ちが。全部初回限定版のね、ヨランペーデンついたあの PS1 しかないねん狙って買ってるからやんけどな、これ。こんな感じです、はい、かっこいいです、ブラッドサッカー。